したエントレラジオ、四月からリニューアルでございます。はい、パーソナリティは、四月と変わら、あ、三月と変わらずですね。あだにいこと、あだにあかほと、たくさんこと、島袋タクトで、お送りいたします。よろしくお願いします。新パーソナリティです。そうですね。満を持してということで、はい、どうですか。いや、ここの席に、今までまあ、太田さんがね。はい。まあ、エムということで、座ってらしたんですけども、今回から私がはい。座ったんですけども、いや、新鮮な景色ですね。 どうですかレギュラーの席ですよやばいですね <laughs> やばいはい、っじゃあ,まあそんな感じでね、はい、テンション上げてあの前,、はい、前あのあ人がね、あのー、低かったはい、じゃあ二人でやっていきたいと思います、ね、はい、お願いいたしますはい、この番組はですね <laughs> FM のハーフスタジオより78.0 よりお送りしておりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします私どもですねアカウントもございましてツイッターの方ですねエントレラジオと検索をかけていただきましたらそちら出てきますのでそちらの方も見ていただきますよよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします今日はねちょっとエンタメトークも盛りだくさんということでそうですねはい、本編の方もお楽しみにしていただければと思いますのでこちら後ほど本編の方で皆さんとお会いしたいと思いますでは後ほど本編にて you <laughs> はい皆さん改めましてこんばんはこんばんはエントレラジオパーソナリティのあだにことあだにあかほとたくさんこと島袋タクトでよろしくお願いいたしますお受けいたします大丈夫大丈夫緊張してるあちょっとちょっとねわあ元気よくやっていきましょうはいじゃそうですねたくさんが4月からちょっと新しく入っていただいたということで自己紹介からしていこうかなはい大丈夫ですかはいま改めましてこんばんははいたくさんこと島袋タクトでございますはい島袋タクトさんですよろしくお願いしますたくさん 何やってるのかな私はですね <laughs> まあアダニーさんと一緒のまあひま、うん、アカデミーに通ってるんですけれどもまあクラスメートということでそうですね同期ではやってますねそのいろんな趣味あるじゃんい,っぱいそうですね <laughs> 得意なこととか好きなこととかさいろいろ例えばギターやってたりとかあやってますねそうですね前、まあ、前のの人人がね前の人って言うけど <laughs> 太田さんがね、ベースにいて、そう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 、ギターやってて、まあ、前から聞いていただいてた方、わかると思うんですけど、なんだかゲストでもね。そうですね。もうほぼ準レギュラーだよね。もう準レギュラーですね。もう準レギュラーから、もうレギュラーに昇格みたいな。昇格ですね。いや、そういうシステムだとは思ってなかったけど、最初は。うん。自分たちも最初ノリで呼んでたところがあったから。そうそうそ喋れる、いけるみたいな。いや、もう本当に。ありがたい限りですよ。本当に。はい。いくつでしたっけ。二十六です。 アラ荒さが騒いでおりますはい騒ぎますお願いしますまあそんな感じでうわなんかいいねテンション高いといいねいやでもテンション高いのは今回限りかもしれないなんでだよいわかんないよいやなんかいいなと思って乗ってくれるなと思ってちょっと今自分すごく楽しいあそうっすか前の人全然乗ってくれないまあねあの人あの人のまあ乗りがあるからねそう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 でなんですけど最初のジングル聞きました皆さんあのギターが流れてエントリーラジオみたいな あのギター弾いてるのたくさんなんですよ。わかります。イエーイ,イ,エイ <laughs> すごいですよね。さっきイイあのまあ、学校で時間潰してたんですけど、その間にあのジングルっていいよね。みたいな話になって、うん、いいよね。って、そうそういいよね。っていう話をしてて、うん、でなんかあれってなんか女優たちで作れたらかっこよくないみたいな話してて。 で自分がたまたまちょっと別の用事でちょっと抜けて戻ってきたらあのできてるっていう <laughs> いや <laughs> ちめちゃくちゃ仕事できんなこの人みたいなうん大体いい3時間ぐらい、うん、<laughs> 3時間ぐらい作ったっかかっすげえ <laughs> いやそれまでがなんかアイデアがなかなか浮かばなくてうん本当にっめっちゃかっけえっつって超テンション上がっていや すげえ人相方に持ったなって今思っていや前の人も良かったんですけど前の人も前の人ですごい良かったんですけどなんかすげえ仕事できる人だなって思ってちょっと安心してますいやなんかねお話しいた時にエントリーラジオまあアダニーと太田のっていうのがやっぱり僕の中でずっとあったのでそれの太田さんに代わって僕がやるってなった時に太田さんと同じことはできないと思ってだからもうまあ俺のカラー出していくしかないじゃないかあまあ素晴らしいですよ そうういことですよ俺のエントリーラジオを作っていくしかないじゃないかってって、おた、聞いてるかおタたやったとおなな。じゃあ、た今、めっちゃ嫉妬してると思う。何、かっこよみたいな。は多分あだにはずるいわって思ってるはず。あー、なるほどね。たくさんと一緒にやって、あだにはいつもずるい思いをこんなかっこいいジングルまで作らせやがってと思ってるでしょう、今ごろ。ああ、思ってかね。聞いてるならね。もうそしたら閉めたものですよ。ええ。 しめしめとしめしめでございますわわわそんな感じで私たちは私たちらしくそうですね、えっと、ラジオ展開していきたいと思いますけれども、はい、やっぱりこう喋ってみるとやっぱりテンポが全然違うのであ違います、ね、ちょっとやっぱりあなんか明るくなるね なんか前は自分が明るくてそのオタがちょっと静かな感じでゆっくり喋ってた感じだったから、うんね、なんかそのまあそれはそれですごい色が出てよかったんだけどうん、うん、またなんかたくさんもすごい乗ってきてくれる人だからまたそれで楽しくまあまあまあなってすごいいい感じなので、うん、今後が楽しみです私としてはうわ、ん、ついたお兄さんが今後エントリーラジオを送りいたしますのでよろしくお願いしますでうわついたとか言えねえだめうんじゃダメか <laughs> いやいいんだけどね、うん、まあそんな感じで自由にねはいやっていきましょうということで、はい、こっち ちなみに何か例えば言いたいことじゃないけど今週何かあったりとかしましたこの1週間心構えとか心構えですかこのお話が来てどう思った最初はやっぱり緊張するやっぱ緊張しようすよそりゃ、うん、このお話やりますかみたいなうんまあね今後、まあ、エントレラジオっていうことでエンターテインメントとトレンドですかそうですねそそうですねまあ、うん、それに密着していく話題を 作ってくるじゃないいいははそう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 提供しなきゃいけないからお客様にね聞いてるリスナーの方にねそうそういうまあ自信というかねあったんですけどもまあそこのところでどうしようかなどうしようかなって思っててんか途中で4月1日だったんですけどああ今日まだウェプルフルだけど嘘ついてないやと思ってんかああもういいやもうやったれというわけわかんないままにもうん分かったなそうそう。 エイプリルフールだったねそう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 でしたねやっぱ嘘つかなかったんだ。ああなんか嘘つこうって思ったらなんか面白い感じになろうなろうって思ったらんかなかなかそういうの浮かばないんですんかな分かりやすいのだったら例えば「彼氏できました」とか絶対嘘じゃんお前みたいな感じで「ははは」ってなるじゃんでもそれはそれで嘘って分かんじゃうんうん だどんななんか来てえって思う嘘ってどんな嘘なんかえ本当か嘘かか嘘わらんみたいな感じですああんかちょっとガチすぎて困るなってありますよね <laughs> そう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 なんか絶妙な LINE とかの嘘ってどんな嘘があるのかなと思って浮かびますう <ん S 2> そういうの <laughs> いやーそこはもうやっぱりなんか、えー、その嘘をつく人のキャラクターにもよるのかなって。 なるほどね例えばすごく幸ち薄そうな人が「私昨のうち差し押さえされたの?」っつったら「おおマジか!」ってなるじゃないですか。あなるほどなるほど怖いじゃないですか確かになるんです差し押さえされたのって幸せそうじゃない人が俺実際それされましたからえ嘘うそれされてえっあっあああああっ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 うっあ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 っっあ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 っっあ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  お前お前それちょっとあれだもん際どい人か言われたら際どい顔で際どいです本当にやばいねえぇこれ笑っていいのかいやちょっとなんかエイプリルフールなのかこの人のなりの冗談なのかなってまぁ思った時もあったんですけどこの辺なんか難しいねまた難しいよねいい塩梅が見せやっぱりそうなんかこの引っ掛けられたことあるんだ今までエイプリルフールありますあ、あるのありますけど例えば今差し押さえされたのとかはい。 例えば他にもあるのどんなのがあったのかとか覚えてる他にもうこれが本当にインパクトが強すぎて <laughs> もうこれがもうなんかこれを嘘をつかれたのが本当10年ぐらい前だけどえだに ?10 年前そうそうそういまだに俺が高校生ぐらいっすよで,で差し押さえされたのっていうて <laughs> お前お前本当にもうなんていうかもう、うん、やばいなっていう で、あ、だって高校あそこでしょ一緒一緒？自分と、そうそう自分とあのタクさんが高校が一緒で、あの沖縄小学っていう場所が、割と野球が強い、ね、有名な学校なんですけど、でしたね。そこあっちって割とお金ある人がいる、<laughs> ごめんなさい、自分たちが自分はそんなことないですけど、うん、だから割とそのボンボンがいっぱいいるじゃないですか。あ、そうそうそう、まあ冷静に考えたらそうなんですけど、うん、でもその人の醸し出すオーラっていうか、それがもう本当にも差知が薄いっていう。うん

そそんな感じだっったりね <laughs> めっちゃムカつく、ね、それいやーでもうんまあせっかくだからね、うん、嘘ついとこうと思うけどね、うん、エイプリーフルってねだからそう <laughs> 嘘つきたいなって思うんだけどやっぱなかなか浮かばないしなんか自分の周りでそういうことがなかなかになくてさ、うん、あのそういうなんか嘘ついてみたいな文化が <laughs> まあね。文化というかか、うん、なんか 4月にあんまり人と遊ぶイメージがなんか悲しい人間だから <laughs> 悲しい人間とか言わないです <laughs> 悲しい人間だからさあ <はい S 2> に悲しい人間だからこの人と遊ぶイメージがもう4月にないのね4月ったらなんか新しい人たちに入れ替わりだなれり別れと出会いの季節とは言うけど私にとっては別れだけだなと4月はしばらくそうですねこの番組もそうでしたからね <laughs> <laughs> いや出会いがあるじゃないですか。そうですね。そことで、この番組かして出会いがありますよ。はい、分かりあったけど。ね、はい。<laughs> まあまあまあそんな感じで会って、で学生の頃とかもなんか人とこの春休みの間であんまり人と遊ぶってことがなくて、あ,あはい。で人からライン来ることもなかったし、たメールもなかった。全然なかった。穏やかですね。なんかなんかいいな桜みたいなみたいな。 うん、内地に行って桜みて桜な <laughs> あー綺麗だよね,ねお花見みたいな,したいなみたいな感じの気分を持ちながら、うん、あの気づけば新学,期に入ってて新学年に入ってては入ってなるっていう <laughs> 時は早いなってそうそうそう時早いよ本当に今月21なんですよ私おおおめでとうございます29日なんですけどい言いましたからね29ですよ私の時<日> <laughs> 4月29日です、ね、そうそう,そう4月29日なんですけどいやーなんかこう嫌だねやっぱり。 二十歳超えた後誕生日ってこんなに無意味なものないよねあそこに気づいてしまいましたかもう気づきましたはいなんか二十歳まではやっぱお酒解禁ゲイみたいなまあねテンション上がりますよねあるあるやっぱりあるんだけどはいなんかこの二十歳超えた後って年金とか <laughs> もうなんかね保険 <laughs> ため息が出ててくるっていうそうなんかそんなイメージなんか、うん いや、学生なのにさ年金のところからさ払えよ払えよってさヤクザと取り立ててやが気が利きやがってそういうこと言っちゃいけませんまあでもねで、来るからはいみたいな「いや俺まだ学生だし」みたいな「んでこんなの払わないといけないえ殺したいのえっ?」って心の叫びです聞きました今の若者の叫びはこうですよ皆さん いやもうね世の中のもうせちがらさというかね切ないよね切ないいや本当にもうもんねか悲しくなってくるわあこれが大人になっていくってことなんだなっていうのをね大人ってみたいなそう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 なんかめっちゃ悲しくなる本当にこうやってまあ深い大人になっていくわけですよ噛んじゃったたいってことかこういう大人にならないように気をつけましょうというわけでねそろそろリクエスト曲の方に行きたいと思いますはいじゃあ 前回のリベンジしようかな前回聞いた人は分かると思うけどまさかの曲がならないというアクシデントが最後にして起きましてなりませんでしたね, <laughs> ねだったので同じ曲をちょっと流したいと思いますはい、はい、ではリクエスト曲でシーナリンゴさんで最果てが見たいですどうぞはいただいまお聞きいただいたのはシーナリンゴさんで最果てが見たいでした、はい、いやいいねいいですね <laughs> シナリンゴさんやっぱりなんかなんだろうなこのセンスというかさ 不思議。聞き惚れると同時に、あ、かかってよかった。かかってよかった。安心した。うん、安心した。これで。じゃ、これだね。なんとも言えない曲。なんか恨みでもあるのかっていうふうに思われちゃうからね。この曲流したくないんだと。もうその際は諦めようと思ってたので。流れてよかった。流れてよかったです。無事にお送りいたしました。はい、じゃ、そのまま続いてコーナーの方に行きたいと思います。はい、はい。じゃ、コーナーへ行ようかな。 はいエンタレエンタメトレンドのコーナー。おもかんだ今日。いや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 。はいじゃ行きましょう。はい。じゃたくさんからお願いしていいですか。はい。芸能ニュース参ります。はい。高見沢敏彦、古田信郎との不倫疑われる。お前。いやまあエンタメね。お前。エントレと言ったら。四月までそれやるか。終わた。お前のせいだぞ。 いや聞いたか <laughs> やっぱね新パーソナリティが引きずってるよ、ね <laughs> エントレと言ったらねまあね不倫とかスキャンダルだよねいや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 いね。そんなことないからそれあの人がやってただけだからね本当にほんまあちなみにですねこの話題ですが j r f ィーの高見沢俊彦がフリーアナウンサーの古田茂二郎さんの妻に奥さんに女性だと勘違いされて疑われたエピソードを NHK の番組の中で語ったらしいんですけれどもこの二人はプロレスが 好きでちょうど古達さんの家でまあ夜中リビングで技の掛け合いしてた時にまあ奥さんが起きてきてまあその時まあ高見さんは長髪を真っ赤に染めて表からのコート着てたってでそれでなんか覆いかぶさっててっていうでその状態で「あんた何してんの?」っていう風に女性に思われたと。 なんかそんなニュースがですね、まあ日刊スポーツ。さ出た日刊スポーツさん。はいはい、というわけでね、ここにはあんまり深く触れないでおこうと思います。はい。はい。くそ大ため。次のパーソナリティが引き継ぎやる。引き上がったこの野郎。じゃあ、私からも、一ついきたいと思います。こちらもエンタメの、あれですね。はいはい。ローラ、オリラジが新ユニット結成。お、馬ダンス、披露ということで。馬ダンス。はいはい。ローラと。 あの、ローラーラですね。お笑いコンビオリエンタルラジオがですね出演する競馬場のウェブ限定動画が6日より公開となりましたお<う>明治時代の装いを彷彿とさせる衣装をまとった3人は競馬場の疾走感を表現した馬ダンスを披露ということでそうそうそうっていう見たんだよね見ました、ね、これをたまたまニュースで見つけて「え何馬,馬ダンス?」みたいな。馬ダンス。で、見たらなんかあのそうダンスがねジョッキー 雰囲気でなんかこの疾走感あるダンスみたいな感じでやっててめっちゃかっこよかったよね。うん、でなんかこの曲がですね、はい、この昔、この東京シティケーバー23年前ですね、うん、東京シティケーバーアイドルユニットでとアイドルユニットのウィンクのタイアップにより生まれ,生まれた「ツインクルツインクル」はい、という曲をですね歌い手としてウィンク時代に同曲を歌った相田翔子さんが参加しているということで。うううんうん、うん みたいですよです、ね、<laughs> だから昔の曲をまた使ってということでやってるみたいですあくかっこよですねお二人も、まあ、まあ相変わらずの相手で、はい、<laughs> やってましたけれどもすごいっすね本当にかったでかっいいまたローラさんがかっこよくてね、うん、いやモデルかっこいいねかっこいいっすね本当に <laughs> その一言っすねいや本当にまあぜひ皆さんもね馬ダンスというものが気になったら恋ダンスならぬ 声ダンスの次は馬ダンスが流行るかもしれないので、ぜひ見ていただければと思うんですけれども。はい、というニュースがございました。はい。はい。たくさんはどうですか。あと一個あります。そうですね。はい。まあ、次の話題なんですけれども。はい。まあ、プレミアムフライデーについてなんですけれども。このプレミアムフライデー、あなたは午後三時に帰ることができましたかという話題なんですけれども。はい、はい。はいこちら、まあ、ヤフーニュースの意識調査がありまして。うん。まあ、こちら、まあ、投票終わったんですけれども、この結果がですね。まあ、出まして。 うん、午後3時までに帰ったが全体の2.7% <laughs>、うん、そして午後3時は過ぎたがいつもより早く帰った2.9% <laughs> そしていつも通りの時間に帰った67.2% <laughs> いつもより遅い時間に帰った27.2%切ない切ないっすね <laughs> この結果は切ないねあ早く帰れたってい <laughs> う5%ちょいっすよ、はあ、やばい,いや早く帰ったのがダメだ,だね まず皆さん知ってるのかな、このプレミアムフライデーっていう制度自体をそうですね、まあ、改めてまあ紹介いたしますと、はいはい、プレミアムフライデーとは、うん、日本国政府と経済界が提唱する新たな個人消費喚起キャンンペーンでございますほうほうこちらですね、まあ、毎週金曜日は午後3時に仕事を切り上げて、早くに帰って、街に繰り出したり、なんか自由な時間を作りましょうっていうのを、みんなこぞってやろうぜっていう、そういうキャンペーンなんですけれども、ね。こも経済を回すためにみたいな、ですね,そうですね景気をよくするためにみたいな。はい 今の日本人はやっぱりこの貯金ばっかりしてお金を落とさないって言いますからねお金がとにかく回らないお金がとにかく回らないとは言いますけれども多分そのための制度ですかねそうですねプレミアムフライデーっていうのはそうですねいろんな企業さんがこのプレミアムフライデーのキャンペーンですかそれに乗り出しましてそうなんですねいろんな例えばローソンさんですとかいろんな企業さんがですね 金曜日限定ということでサービスで商品の値下げをしたりだとか、うん、また金曜日限定の<ー>えとイベントですとか、うん、そういうものをまあ展開しているらしいんですけれども金曜一みたいになるのかなそうですね <laughs> まあこれが大々的になれば <laughs> まあなれば主婦の時間みたいな感じでなるんですかねあ賑やかに、うん、ですねでも今現状がこの2.5% そうなんですよね、まあ、まだまだ浸透したてだからっていうのもあるでしょうけどうまだツイッターでも反応を見ると、まあ、賛否両論あるようでやはりあそうなんですね、まあまあ、これを揶揄する形といいますかねプレミアムフライデーの対義語は金曜労働省だなんつって <laughs> かなりうまいこと言ったなっつって。 なるほど、それ前でうまいう。さらにあるツイッターユーザーさんの投稿ですと取引をしていて先方の会社と納期のやり取りをしていましたらその納期が週明けの月曜日だと、そのやり取りをしていたのが金曜日だったと。なるほどね あ金曜日うちプレミアムフライデーでまあ午後3時までなんですよねとその取引先の相手の方が言ったとほほでまああでも月曜日ですよね週明けですよね納期え間に合いますかっていう風に、うん、あのそのツイッターのユーザーさんがまあ問いかけたところ、うん、そうしましたらあ大丈夫です土日があるんで <laughs> 意味がない泣ける <laughs> 切などの道土日働くんだって <laughs> でも休みねえじゃん まあ、実質そうっすよねせよ金で早く帰って土日出るっていうなんだろうこの日本の闇って感じがするいやブラック企業だ、ね、なんで、ねうんまあ、今のところはそんな感じなんでね今後にね、まあ、期待をあこなんだろうなこの働きやすい環境というかね,そうですねやっぱりブラック企業ブラック企業って言われないなんだろうこの企業自体がそうまでしないと回らない 企業が増えてるっていうのがやっぱり問題だとは思うのでいやなんかすっげー今政治的なこと喋っちゃってるんだけどいやだななんかこう真面目っすね真面目なこと喋っちゃってるけどもしかしてエントリーラジオの中で一番真面目なこと言ったんじゃないですかいやこの今までやってきて史上初かもしれないやばいねだって前の人巻きぐその話とかしてたからこんな話ないからそんなこともありましたはい。いやまずこんな感じでねまあプレミアムフライデーまあ3時までに帰るってことなんですけどそうですねこんな早く終わった 何したいですか何したいうんそうですね、やっぱ週末っすからねなんか週末らしくなんか映画見に行ったりとかなんかそういうとこ出かけてみたいなって思いますねなるほど、映画いいですねなんか花金って感じじゃないですかもう、ザ・花金って感じのことしたいそう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 まあ今できないもんね、ザ・花金みたいなこともねうん、なんだかねいやいや夢がありますようん。アダニアさんはなんか金曜日、早く帰れたら何かしたいとかってのあるんですかのみのみ 飲むすね、まそんな感じで、もうとにかくもう、こと、みんなそうだと思うよ、しゃう。週末ね、笑って、いろいろ、なんか、いろいろしたいな、いろいろしたいなって、言いでね、飲み行こうってなるから、笑って終わりたいですもんね、一週間ね、忘れたい、全部。まというわけで、4月リニューアル初のエントリーラジオでしたけれども、皆さん、どうでした いやまあ、緊張するね <laughs> 緊張する <laughs> まあ、でも楽しいどうですか、この、まあ、大谷達成長が初めてやったわけですけど そうすねなんていうかね、喋ってたら、あれ、なんか太田が座ってたからわかんないけど、俺、ちょっと喋りがうまくなったんじゃないかみたいな、そういうなんか、錯覚がいやないいいなな大大丈丈夫夫自分の実んあそうなのかな、なんか太田の守護霊がいいなんか俺、出勤してるたような感じで、いちゃい思うんですけどはれども、そんな感じで、これからも頑張っていければと思うので。 まあ、落ち着いてね。今日はちょっと緊張して、舞い上がるところもあったと思うんですけど。うね、どうしよう、次始まった時に。それで、あの下部で立っているとか言い出したら嫌だよ。あ、それいいね。<laughs> 困困る困る,困る私が困るから <laughs> <はい S 1> <laughs> こんな感じでここも仲良くやっていければと思うので今後もいろいろ盛りだくさんでこんな感じでやっていきたいと思うので <はい S 1> またたくさんとのセッションもね <はい S 1> また歌とかも前見たにできればと思うので <はい S 1> 来週もまた見てくださいこれからもエントリーラジオよろしくお願いいたします <はい S 1> お楽しみに